聞こえさせましきことも返す返す思うたまえながら、ただに結ぼれはべるほど押し計らせたまえ。生きたなき人は見たまえにつけてもなかなか浮きを逃れがとう思うたまえられはべぬ、思うたまえられぬべければ、心強い思いたまえなして急ぎまかではべりと聞こえたも、大宮に対してなお丁寧に答えているわけですね。申し上げようと思いましたことを、申し上げたく思っておりましたことも、返す返すも胸に思っておりましたことながら、ただこうして今胸の詰まっております私の思いのほどをどうぞご推察くださいませ。よく眠っております幼い者は、御霊につけてもなかなか浮きを逃れがとう思うたまえられぬべければ、見るにつけましてもなかなかこの辛い世を、この辛い現世を逃れることができそうもなく思われますことでございますから、つまりこの世から逃れようとするのに、出家しようと思うのに、ほだしになることでございますからして、心強い思いたまえなして急ぎまかではべり、自分に心強く決心をいたしまして、急に退出することにいたしました。私にとって一番、つまり心を惹かれる、そしてこの世のほだしとなるべき幼いものでございますから、そのことをおばあさんが責めているわけですから、せめてあの子が目を覚ますまでというふうな言い方で責めているわけですから、それに対してこんなふうに言ったんですね。本当は心惹かれてつらいのは私自身でございます。この上もないあの幼い者がこの世を逃れようと思います時の心のほだしでございますからして、それを自分に心強く思いなしまして、急速に眠っている間に退出することでございます、どうぞお察しくださいませというふうにお申し上げなさる。